早すぎる RPG ニューゲーム。早すぎる、なんという速さだ。住みにくい世界になった。こうなれば俺の魔力を使うしかない。あの頃の世界に戻すんだ。お、よく、え、ちょっと待って、読めないんだけど、早すぎて。我が君、ん、一体どうなさったんですか。どうやらの魔王に呪いをかけられたようだ。ちょっと早すぎて読めないから、ちょっとみんな見てください。ああ、確かになんか右っていうか左の兵士たちがあれですね、めちゃくちゃ早く移動してんな。ああ、私は話すのが遅くなってしまった。ああ、早いのがあれなんだ、普通なんだこの世界では。俺はきっと魔王の仕業。こんなに遅くては話にならん。魔王を倒して我が、ヒヒの呪いを解いてほしいかな。うん。今、報酬の額がとんでもなかったけど、うん、この世界ではどうなんだ、大したことないのか。うん、そうしましょう。僕もイライラします。早えよ。何言ってんだよ。お願いします。ハロードゥドン、そして、あとは聞き取れなかった。だけどハロルドっていうのが俺の名前っぽいですね。南の森を抜けて魔王城へ行くのです。南ってことは下か。それでは行ってらっしゃい。ん、あ、もう始まってんのこれ。あ、本当だ。え、てかいつの間にかパーティー組まれてんだけど、俺以外これみんな女じゃね。うん、おー、すごい。レベル80なんだけど、めっちゃ高え。あ、ルキウスってやつ男だったわ、よく見たら。勇者、戦士、魔術師、僧侶。これスキルとか何これ。あ、なんかちゃんと書いてある。サンダー、ファイヤーだって。マジじゃん。マジの RPG っぽい。まあ、そりゃそうだもんな。うん。早すぎる RPG ですもんね。割としっかりしてんじゃん。X キーで、ウィンドウを開いて、こまめにセーブしよう。X か。セーブしましょうか。じゃあ80レベルだったらそんじゃそこらの敵にやられないでしょ。うん、これ何敵。うん、あ、いって、何これ。勇者たちは交通事故により命を落とした。はマジかよ。座ってなんか死んだんだけど死んだんだけどなるほどね。これは初見じゃ、あれだな。上ちょっと見切れてる。あ、ほんとだ。ちょっと待って、調整するわ、じゃあ。これ、あれか。あ、こんなもんでいいか。これちょっと、どうしようか。確かに難しいな。これマウスにもあれなんで反応するんだな。マジかよ。ちょっと早すぎんよこれ。しかもワンパンかよ。死ぬのも早すぎだなこれ。通りでこれやばいやばい。うわー、鶏じゃんだってお前マジかよ。レベル80の意味ねえじゃん。鶏に当たって死ぬとか何なんだよこいつら。魔王倒せるわけねえだろこの調子で。レベル上げもできねえじゃねえかよ。てかいいと、ちょっと待って、あいつ何してんの、ここ、何こいつ。ああ、え、これもダメなの。宿屋だったじゃん今、なんか見た目が。それマジでもう目がおっさんだからこういうゲームきついわ。オッケー、セーブしよう。ちょっと待って、まず中央に移動しよう。こいつはオッケーオッケーオッケー。
よし、あーもうふざけんなよ。もううぜえ、ちょっと鶏が邪魔してくんだけど、あ、ちゃんとこっから始まるな、うん、ちょうどぶち当たっちまった。ちょっと待って、あと何面あるのこれ。え、なんでこいつなんか、え、ここ通ってた。こいつなんか移動するパターン変えてこなかった今。そうでもないか。あ、そうでもないか。ね、これもクリアできる気せえへんやけど、マジこの街クリアすれば余裕よ。本当か、信じるぞ。よし、ここでセーブしよう。よし、オッケー。これ乗り越えてどう通ればいいのこれ。とりあえずここはいけるか。めちゃくちゃ荒ぶってんですけど、これ武器屋だろ。あやべえ。とりあえずこの町を乗り切ろう。村なのか分かんないけど、あ、これうせえな。いけ、あー危ねえ。よっしゃ、あそこかゴール。こいつキモいんだけど動き方が。いける、よし、ここはいけそう。これ、オッケー、ナイス。もういけた、抜けれそう。ちょっと待って、このバーバー、早すぎだろ。すめち、こん、一番、今まで見た中で早いんだけど。ちょっと待って、バーバー。大丈夫か。お前もう、いいって、そんなとこで、力、出さなくても。オッケー、来た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 。ちょっと待って、何もねえじゃねえかよこの島。え、これ普通にあと魔王城行けばいいだけじゃないの。あ、森があんのか。ふう、ゆっくり歩くのも疲れるな。いや、そっちの方がいいだろ。そうだな、もう町の人とはぶつかる心配がないし、これからは早く歩くことにしよう。本当だ、ぶつかる心配なさそう。ちょっと一回セーブしとくか。何が出てくるか分かんないっすからね。え、何、あ、ちゃんと戦うのね、強っ。さすがレベル80。一瞬で終わったわ戦闘、何もしなかったわ。これ何もしてないんだけど。一応セーブしとこう。また戦闘が、こいつらも瞬殺して、で次だな。あ、ゴブリンが来ましたね、弱っ。でこいつら乗り切ってこっちか。お、いけたいけた、セーブしとこう。これラスボスですよね。あ、本当にすぐ終わりそう。え、こいつ？ああ、ちょっとセーブしとこう。こいつですか、魔王って。うふふ、魔王に挑みに来るとは、愚かな人間め。あなたたち、何を言ってるのか全然わからないわ。本当だよ、魔王の方が普通に見えるんだが。まあいいわ、軽くひねり潰してあげる。軽くひねりつぶされてるんですけど、まあそんな気がしてましたわ。うわ、え、終わりこれで。何言ってんだよこいつら。ごめんさよなら。私思うの、
遅いのも案外悪くないかもって。今までが早すぎた。私たちはスピードを重視した結果、読めねえよ、早くて。そうね。テレーゼ行っちゃったね。え、嬉しいこと言ってくれるな。何言ったんだよ。行くぜ。あ、まだいるの？うん。よく来たな。早い者たち。ま、貴様らは間違えている。速さこそ全て。それは違う。鳥のさえずりは聞こえるか。森のざわめきは。早すぎる。お前たちには聞こえない。そういうものに耳を傾ける余裕がないのだ。こんな早すぎる世界は息苦しい。だから俺の魔力で世界のスピードをもっと遅くして何にもせかされない住みやすい世界にすり、住みやすい世界にするのだ。はははははは。こいつら会話できてねえだろ。脅しているのか。無駄なことだ。なぜなら俺はお前たちの言うことが全然聞き取れないからだ。だがこれだけは言える。お前たちはいや、ちょっと待って、え、ハロデーと戦い敗れたんだけど。つかこいつかっこよくね。で、負けたんだけど。たく、話してる途中で攻撃しやがって。こいつらやってることが、こいつらやってることが俗なんですけど。ああ、さあ、貴様らにも遅くなる呪いをかけてやった。これからはせいぜい、小鳥のさえずりや森のざわめきに耳を傾けるんだな。はははははは。え、聞こえるか、ハロドゥドよ。誰だ。私はスピードの神。スピードの神。選ばれしお前たちに最高のスピードを与えよう。なんか神が訪れたんですけど。何なんだ、意味が分かんねえよ。何が起こった。何もわからん。わかること言えば、わかることといえば、なんか気持ち悪いということだけだ。さあ、お前をぶっ倒す。わけわかんねえわ。てか思ったけど、速くなったところで、そう、なんで移動してるんですかね、左右に。あの動き意味があんの。そして倒すと、ハルトとその勝利。ぐわあ、でも何これ、1100100000万、待て、1100100000万10万100万1000万1億10億100億、もういいわ。なんでもう、ルルゴールドくれてやろう。あ、いいことだ。勇者と国王は交通事故により命を落とした。結局死ぬのかよ。それを見ていた騎兵は速さを追い求める生活は捨てることにした。騎兵の布告により住民たちも徐々に遅さを取り戻していった。住民たちは小鳥のさえずりや木々のざわめきに気づいた。私たちは何をあんなに焦っていたのだろう。こんなに素晴らしい環境に囲まれているのに。キサキはこのことを教えてくれた魔王の墓を作った。そして国王や勇者のことは次第に忘れられていったのだった。終わったわ。
なんじゃこりゃ。あ、なんかまだ続いてる。何これ、あ、動ける。なんかピザが置いてある。ちょっと早すぎて。ピザだ。誰かの食べかけだから食べる気はしない。何これ、キモ。スライムみたいな。あ、こんにちは。このゲームをプレイしてくれてありがとう。ある日早い RPG ってものを思いついてしまってこんなものができてしまった。なんかこれで終わりじゃ味気ないからミニゲーム作ってみてよ。ミニゲームやっていく。オッケー、エンジョイしてってね。ステージ1。何これ。あ、さっきと同じ感じのやつで。これちょっと待って。あ、一応セーブできるのね。うん、これステージ何まであるんですか。あ、やべ。やっぱ死ぬんだ。ミニゲームはガチでむずい。あ、ちょっと待って。そうなんだ。ちょっと待って。ちょっとだー。これ、はい、主人公がさ、1マス1マス早いんだよな、移動するのがこれ。感覚がマジわかんねえ。もういや、もう興味がある人だけちょっと遊んでください、これ。というわけで、早すぎる RPG でした。なるほどね、初めてやったけど面白かったわ。